皆さんこんにちは、ともしび YouTube のりょうすけです。来る11月22日にオープンが決定した高田馬場のともしび新店舗、今回から何週間に分けて新店舗オープンに向けたともしびの動きを皆さんにお伝えしていきたいと思います。その第1回は設計チームの様子です。こちらが改装前の店舗。もともとはニュー浅草さんという居酒屋さんでした。昔はこの物件の入っているビル丸々1棟ニュー浅草さんだったんだとか。居酒屋らしい雰囲気のこの店舗をどのように歌声喫茶らしくしていくか、それが設計チームのミッションでした。9月某日、設計事務所さんとの打ち合わせも大詰めの頃の映像です。皆さんに一日でも早く新しい店舗に足を運んでもらうべく急ピッチで進めていました。しかし難航する部分も多く、設計事務所さんと綿密に打ち合わせを繰り返しています。もちろん図面だけではわからないことも多く、実際の配置などを何度も確認しながら構想を練っていきます。なのでもしかしたらこんな辺が変わらないかちょうどいいかな。一番大変だったのは厨房関係、機材の配置や動線の確保など慎重に確認していきます。この日は厨房機器のメーカーの方も来ていて、どの機材ならいけそうかなどみんなで精査していました。で、まあ、開けて何か出しができますけど、もうお尻が段に上がってきました。こんな感じですね。まあ、これはもう平行移動して、ここがシンクっていう。数日後、施工業者にこれまでの設計の内容を説明、工事の期間や金額の見積もりなどについて確認していきます。工事範囲は書いてある、図面に書いてあるので、ここも大事なんですよ。6番固定工費、これ前もお話しさせてもらったんですけど、着地を作ってくださいねっていうのをさせていただきました。で、本体工事と解体工事でまず分けていただくのと、本体工事のところの B、C、A、建築機械ところで協議をしていただければと思います。よろしくお願いします。一応これまあ参考という形で、まあ、そしてついに9月22日、ともしびと設計事務所、施工業者の三者合意によって工事契約が結ばれました。施工業者の担当さんが、せっかくなんでグータッチでもしますかとノリノリでパシャリ。契約を終えた社長にインタビューしてみました。はい、というわけで、本日9月の22日、施工の契約が無事終わりました。イエーイ。ということで、まあそのね、無事、契約が終わりまして、社長にねコメントをもらおうかなと思って、7月の末にこの物件の契約ができて、そこからスタートして約1ヶ月半ぐらいなんですけども、この1ヶ月半で、この物件の調査から、内装の設計とか
もうすごいスピードでやってきました。それでようやく図面もできて、工事業者と の契約も無事に済んで、これからこの次の段階にね入っていきます。この物件は居酒屋さんの居抜きの物件なんでね、まず解体から始めるんですけれども、とにかく業者の方にねスピード感を持ってやってくれるということで、なんとか11月下旬の開店には間に合わせたいということで、進んでいくと思いますので、皆さんどうぞご期待ください。そうですね、そんな感じで、はい、本当に社長お疲れ様でございます。バタバタといろいろ仕事がある中で、はいはい、やってまいりましたけども、もういろんなことがね、はい、新しいこともいっぱい取り入れながら、はい、やっていくのでね、本当にいろんなことが、はい、仕事が山積みなんですけども、そうですね、はい、一緒に頑張っていきたいと思ってます、はい、我々もかなり楽しみでございます。はい、はいはい、ということで、そしてなんと最新映像、10月25日の店舗の様子です。かなり出来上がってきましたね。今からオープンに向けてワクワクドキドキです。11月22日オープンの新店舗、コロナ期間中は店員を絞って予約制での営業となります。ご予約は電話、ウェブ予約ともに11月7日午前11時からの受付開始となります。ぜひともしびの新店舗お楽しみに。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらからぜひご覧ください。新しいお店や歌集については画面下の概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。それでは次の動画まで少し休憩です。ありがとうございました。